敵軍の詳細はわかるか？はい。総英からの情報によると、進撃中の部隊は3日後にテンペストに到着すると思われます。ファルムス王国の騎士団1万、傭兵団6000、それに魔法使いが1000名程度。これに西方聖教会のテンプルナイツ3000名を加えた連合軍とのことです。総勢2万ですか。数は多いが大した戦力じゃないな。問題ない。なんと頼もしい。さすがはリムル様。2万、俺が魔王になるのに必要な養分は十分足りる。おそらく俺は人間の魂を得て真なる魔王へと進化するんだろう。どういう分担でいきますか？やはり正面は俺の部隊が受け持つ方がいい。ゴブリンライダーに先陣を任せてほしいっす。いや、すまんが連合軍は俺に任せてほしい。え？これは魔王になるために必要なプロセスだからさ。俺一人で侵略者を殲滅する必要があるんだ。はあ。今回の件はやはり俺が責任を取る必要があると感じている。今後一切の甘えを自分自身に許さぬためにも。了解です。今回はリムル様に託します。お前たちには任せたい仕事がある。は、何なりと。テンペストの四方に結界を発生させる魔法装置が置かれている。それを守っているのは中隊規模の騎士たちだ。その部隊を4カ所同時に攻め落としてもらいたい。ほう。ではおのおのに選抜部隊を決めませんと。人選は決めている。町の結界を抜けるのは最小人数にとどめたいからな。まず東をベニマル、西をハクロ、リグル、ゴブタ、そしてゲルド、南をガビルとその配下たち、北をソウエ、ソウカたち。我らにも機会を与えてくださり感謝いたします。お任せあれ。さてシュナ。はい。魔法装置は破壊するが、この忌々しい結界こそがシオンたちの魂がとどまっている助けになっている可能性が高い。わかるな？はい、リムル様。代わりの結界を用意するのですね。そういうことだ。できるか？お任せを。少しでもシオンたちの生存確率を上げるために全力で。そこでだミューラン、お前の力を貸してほしい。シュナを手伝ってやってくれ。承知しました。せめてもの償いのために必ずやご期待に応えてみせましょう。リグルド、残った者全員でシュナたちを守って力を貸してやれ。ほほ。じゃあ俺らはその護衛だな。おう。私たちもシュナちゃんたちを守るから。ああ、任せるでやす。よし、決戦は3日ごと相手は思っているだろうが俺たちには関係ない。今この瞬間をもって我らは敵の殲滅行動に移る。シオンやゴブゾウたちを生き返らせるぞ。皆の者、準備はいいか？我らドラゴニュートの戦士の力を今こそ見せてやろうぞ！出陣である！ガビル様かっこいい！当然至極！よし、俺らも続くぞ！道中、少数の敵部隊がおれば先に片付けろとのお達しだ。皆の者、注意してかかれ！魔物にもすごい美人がいるらしいね。ああ、早い者勝ちだぜ。女もいいが、財宝もかなりのものらしいぞ。貴様ら、士気を高めるのは結構だが、今のうちに体を休めておけ。食事を済ませたら、再び進軍を開始するぞ。こいつらが、シオンたちを。
日許しを与える必要はなさそうだな。お前らには進化するための餌になってもらう。総員、戦闘準備。止まれ。それ以上近づくと容赦せんぞ。容赦しないのはこの俺だ。悪いな。俺の八つ当たりに付き合ってもらって。聞いてないぞ、こんな化け物。任務完了。さて、情けなくも困ってる奴らはいねえだろうな。ドラゴニュータの戦士たちを我が輩に続け。敵襲。体勢を整えよ。耐久防御陣形。ドラゴニュートだと、こんな大量に。我が輩の名はガビル。見知りおく必要はない。メイドの土産にするがよい。終わったようです、宗英様。この者たちは想定していたほどの強敵ではありませんでした。やはり異世界人がいるのはリムル様の読み通り、西だ。おい、まだあの町から誰も逃げ出してこないのか。本日も敵兵は確認されておりません。そう慌てることはないさ。他の陣からも連絡はないし、魔物たちが逃げるとしたらこの道だけだよ。それならいいんだがな。この拳が暴れたくてうずうずしてるぜ。まあその気持ちはわかるよ。自分の腕を信じている奴のその自信ごとぶった切る感触、たまらなかった。前方より敵襲。その数、4。たったこれだけか。ち、お、あのジジイ、生きてたのか。それじゃ、派手に行くっすよ。お、遅れを取るな。よし。神の敵め、怪しげな術を。一心曲。面白い。俺が相手になってやるぜ。おお、正吾様来たっすね、ゴブゾウたちの仇。でもお前の相手はオイラじゃないっすよ。安心するがいいぞ、俺があの者に鉄槌を下してやる。頼みますよ、ゲルドさん。ゴブゾウはああ見えて気のいいやつだったんすよ。せっかく死ななかったんだから、尻に頬かけて逃げればよかったのに。ほっほっほ、こう見えてわしは負けず嫌いなんじゃよ。それにな、若造が天狗になっておるのも不愉快じゃしの。へえ、それって僕のことじゃないだろ。そう聞こえなんだか。それはすまんかったな。お主が性格だけではなく頭も悪かったとはの。一度切られただけじゃ理解できないか。それとももうボケているのか。短気じゃな。じゃがのおあいこじゃ、わしもそろそろ怒りを我慢するのが限界じゃからの。笑わせるぜ。この前は手も足も出なかったくせに、生きがるなよ、ジジイが。剣ではなくその力に、じゃな。空間属性らしいの。へえ、わかるんだ。種がわかれば対処は可能じゃぞ。面白いじゃん。それじゃ正々堂々と僕と剣で勝負しようじゃないの。よかろう。じゃあ、行くよ。
なつまらぬ騙し討ちをするとは、どうやら買いかぶっておったようじゃな。じじい、今何をした？そうか、家なんだか。所詮は二流以下といったところじゃの。なんだって、なめるなよクソじじいが。ではお主に剣の真髄を見せてやろう。刮目し受けるがよい。黙れ、雑魚のくせに偉そうにしやがって。どうやっても無駄さ。俺のエクストラスキル天眼は思考加速と併用することにより周囲の動きを300倍もの速さで認識できる。登録したジジイの動きなど止まって見えるぜ。切り裂かれて死ね。いや、まだ見えてはおらぬな。あ、そろそろお主にもわしの動きが終えるじゃろうて。は？何を言って。おぼろ流水山。体が動かない。いや、動けない。思考加速が切れない。終わりじゃよ。引き伸ばされた時間を有効に使い、自らの悪行を十分に反省するがよいぞ。じゃあ体も温まってきたことだし、そろそろ本気を出すとするかな。しゃあ、本気の姿で相手してやるから、少しは俺を楽しませてくれよ。来い。俺が本気を出せばこんなもん。なんだこれ、さっ誰が。貴様の肉体強度はなかなかのものだ。だが腐食には弱いようだな。腐食だと、クソが。楽にしてやろう。待て、ちょっと待ってくれ。まだ終わっておらぬのか。今からとどめを刺すところです。クソが、京也は何してやがん。ちくしょう、クソが。なんで俺がこんな目に。このままじゃやられる。なーに、さっきからなんかうるさいんだけど。せっかく昔の夢見てたのに。原宿でタピオカ飲んでて、それから。悪いんだけどさ。ん？俺のために、死んでくれ。何の冗談。この所業よの、そこまで落ちたか。情けをかける必要などないな。貴様は無人ではない。俺は生きてんだ。聞こえたか、世界の言葉が教えてくれたぜ。キララの魂を代償として生きる者のスキルを得たってな。世界の言葉とは、こやつ新たな力を得ることが狙いじゃったか。仲間殺しはリムル様が定める最大の罪。黙れよクソ虫ども。勝てばいいんだろ、勝てば。ひゃあ、見ろ、攻撃に特化した暴れ者と防御に特化した生きる者の力と消息再生と各種属性無効で今の俺は無敵だ。骨を砕かれても頭を切り落とされてもすぐに修復される。どうだクソ魔物め、これが、これこそがこの俺の力だ。手を貸すか、
必要ない。はあ、二人まとめて相手にしてやってもいいんだぜ。格闘技に自信があるようだな。ならば素手で相手をしてやろう。格好つけるな。負けた時の言い訳が欲しいだけだろうが。そうだよ。その再生能力でどこまで耐えられるか見てやろう。生き残ったのは正吾のみか。わしとしたことが魔物どもの力を見誤っておったようじゃの。